インテルを退団した35歳の元スペイン代表 MF ボ・ハバレロが古巣のフィオレンティーナに入りする見通しになった。9日に医師コリエレ・ロ・スポルトが報じている。今シーズンのリエエはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分お試し実施中、同紙によると、1年間の契約でバ・ロとフィオレンティーナが合意に至ったと、現在は、給与などの詳細について話し合いる段階のようだ。交渉が成立すれば、バレロ、再び紫色のユニフォームを着てプレーする、とになる。2017年7月に、フィオレンティーナからインテルへ移籍したバレロ。2019-20 シーズンは公式戦25ミに出場し3得点決めている。契約延長に向けた渡るは行われていたものの、インテルとの交渉を取りやめたことで、契約満了に伴い8月末に退していた。両。